はいどうも、試合開始しょっぱなチームキル発生してて先行きが不安なゆっくりです。したやつもされたやつもバリ雑音で草。ところで BGM 効果傭兵だけどお前三角傭兵だよなぁ。あやって間違えた。はい私は由緒ある三角傭兵です。棒もる姫デブのおもちゃと一緒にしないでください。お前がいる師団は40年創設の上半分くらいオーストリア人だしこの頃の効果傭兵はまだ精鋭だろ。うちの総統がどこ出身か言ってみろ。外れ値を基準にしてはいけない。フリー素材はさておいてマップはくれた。防衛側で三角傭兵だよ。ちなみにアプデ前だからギリシャ系のマップは推奨スペックデモグラフィス。あ、当たった。毎度毎度思うが周りが DF とかゲイセックスとかしてる中でお前だけ200メートル先の敵をボルトアクションで狙うのなんなんだよ。思考が80年前で止まってる老害だから仕方ないね。あと最初にやったまともな FPS がこのゲームのせいで冗談抜きで他のゲームについていけない。特殊すぎるだろ。現代っ子がやってる FPS やると気づけば敵が血に染まってる。お前本当にまだ学生か。敵と細か動きすぎて撃てねえなこれ。本来機関銃がやる仕事をやってるからそりゃそうなる。あ、当たったわ。キッショ。はいクソイもしてたら拠点が陥落してました。今は分隊長と次拠点まで1キロ走してます。動きが無能すぎる。いやまああの方面の敵ほぼ一人で抑えてたしたしょうはね。お前が速攻で死んでそこから大量に敵が流れ込んだの知ってるからな。カットしたのにすぐバラす。絶対に成功。DF なら弾薬と体力が回復するがこのゲームではそんなものありません。持ってるおもちゃ使おうと思ったが本職がおったわ。お前のやつ最大射程500メートルもないからクソの役にも立たんぞ。気づけば拠点が陥落しかけてるので味方もろとも迫撃砲ぶち込みます。何してたんだよお前。何もしてないから陥落しかけてんだろ別れよ。え、なんで逆ギレしてんの。弾もなくなったので分隊長の号令か拠点に突撃します。日本軍かな。いや完璧な準備砲撃後即座に突撃するのは戦術的に正しいだろ。完璧な準備砲撃かっこ戦術迫撃砲銃を発射。前よりはマシ。敵に攻撃開始時刻を教えるデメリットの方が大きい定期。まあみんなガチの砲撃が来ても突っ込む頭 100% 集団だからどの道関係ないけどね。ということで私も脳死で突っ込むよ。空気に爆裂する精神異常者。普通にニューギーが嫌がったわ。ナイフに負けてて草。あら拳銃使った方が良かったな。それは相当硬いだけのマチルダがお出ましだから迎撃するよ。歩兵の援護がない戦車 VS 対戦車兵器がない歩兵とかいう泥試合。いやまあ制空権はあるから一回潰せば爆弾が降ってくる。なんかもう一両いねえかおい。マチルダ2両とか完全に潰しに来てんなこれ。とりあえず意味はないけど対戦車銃で注意を引っつけるよ。可能性ゼロにかける意味。一発撃ったら10倍で帰ってきた。ただの N 字になんだよな。来たからアホみたいに敵来るから見に来たらこれだよ。せめて一発くらい当ててもらえます。ラグがあるからね、仕方ないね。冒頭で脳筋狙撃してたよな。対戦車兵だと通常の手榴弾が使えないのが辛い。とりあえずやったことにしておこう。二つの意味で背後から撃たれそう。ではまた出てきた。ガリゴリで懲りればいいもののノーノーとヨーロッパまで来やがって、おととい来やがれ。気が悪い。アンザック入りへ。この感じだとここいらにスポーンがあるな。早く破壊しないとまた拠点が落ちるぞ。破壊するための収束手榴弾使っちゃった、てへ。ド級のアホでドアホだな。最悪音は礼文隊長に行って空軍呼べばいいしね。あ、そうださっきの2両のマチルダは両方爆散しました。報告が遅い。あの数相手によくやったとは思うんだが、結局スポーン見つけられてないから意味なくないか。今破壊したからセーフ。場所が全然違うんですがそれは外人にめちゃくちゃ褒めるやん。いい人でよかったな。あれかな、一人対戦車銃でミンチにしたからかな。やっぱ最高かもしれん。みんな血に飢えてるからね、仕方ないね。死体撃ちとか日常茶飯事だし手榴弾で人が吹き飛ぶのを見て歓声上げる人ばっかだし。ミント大丈夫かよこれ。リーダーとキッズがほぼいないからそこいらのゲームよりは全然いいとは思うよ。戦車が向かってきてるな。対戦車兵に向かってくるとはいい助教してんな。帰り討ちにしてやる。あれこれまずくないか。
On the road. おい、この流れ前に立て。向かってくるのが分かってんだから避けろよ。なんか言えよ。はい、はいじゃないか。奉仕殺そうと思ったけどこれ貫通してるかどうか怪しいな。味方が爆薬設置しに来たからとりあえず退避。え、なんで壁貫通すんの ?3 キロの爆薬なんだから壁くらい貫通するだろ。はい、時間切れでドイツ側の勝利。ニュージーはカス、はっきりわかんだね。12キルしかしてないのかよ。いや、まあまともに敵と打ち合ったの最初と中盤の一瞬だけだし。ということでさようなら。次はフランスでお会いしましょう。はい。Damn, you got 46 kills. Well, wasn't true.